ロリータと彼が心惹かれた少女ドロレス・ヘイズとの関係を描いた長編で全体はハンバートの手記の形をとっている。初版はフランスのパリで出版され内容をめぐって論争を引き起こした後1958年にアメリカ合衆国で出版されベストセラーとなった。出版当時はポルノ文学との評価も受け5カ国で 発売禁止処分を受けたが、現在ではアメリカ文学の古典として認知されている。ヒロインの愛称であるロリータは、今日でも魅惑的な少女の代名詞として使われており、ロリータコンプレックスやロリータファッションなど多くの派生語を生んでいる。1940年に渡米したナボコフは、教職の傍ら、 この作品を1948年から書き始め、1953年には完成させた。しかし、性的に盗作した主題を扱っているため、アメリカでは5つの出版社から観光を断られた。ナボコフの代理人は、様々な出版社に足を運び本を読んでもらい、各出版社の編集者は、作品のテーマを見抜いてはいたようだが、そのあまりに難解な内容から、これは読者には、 ポルノにしか見えないという理由で出版を拒んだ。結果、初版はポルノグラフィの出版社として有名なパリのオランピアプレスから1955年に出版されたが、クレアムグリーンらの紹介により読書会の注目の的となった。アメリカでは1958年に出版され、ベストセラーになった。イギリスでは作家らが観光を促す署名運動を起こし、 1959年に出版された。ロリータはこれまでにフランスやイギリスなどで発禁処分を受けており、ニコラス・キャロライズなどが編集した100禁書、聖書からロリータ、ライムギ畑で捕まえてまでではロリータに対する批判や発禁処分になった経緯などが書かれている。また、ナボコフ自身による評論、ロリータについてがあり、 この作品の本質を見てもらいたいというナボコフの考えや作品の性的な部分についての自身の考えが書かれている。日本語版は1959年に大久保康夫役が2005年に若島忠による新役が出された。作品はハンバートが国中書き残した手記という形式をとっている。ヨーロッパからアメリカに亡命した中年の 大学教授である文学者ハンバート・ハンバートは少年時代の1924年夏にアナベル・リーと出会い恋人同士になるがアナベルは出会いから4ヶ月後に発信チフスにより死別してしまいいつまでも忘れられずにいる一度はバレーリアという少なくとも20代後半の女性と結婚もしたがうまくいかなかった1947年ハンバートは アナベルの面影を、あどけない12歳の少女のドローレス・ヘイズに見出して、一目ぼれをし、彼女に近づく下心を思ってその母親である30代、半ばの未亡人シャーロット・ヘイズと結婚する。母親が不慮の事故で死ぬと、ハンバートはロリータを騙し、アメリカ中を自動車で逃亡する。しかしロリータは、ハンバートの理想の恋人となることを断固拒否した。 そして時間と共に成長するロリータに比して、ハンバートは衰えて魅力を失いつつあった。1949年7月4日、ロリータは突然ハンバートの目の前から姿を消す。その消息を追って、ハンバートは再び国中を探し回る。3年後、ロリータからの手紙からついに居所を見つけ出すが、17歳になった彼女は若い男と結婚。 彼の子供を見ごもっていた。悲しみに暮れるハンバートは、かつて彼女の失踪を手伝って、自分の元から連れ出したのは、男性の劇作家、クレア・クイルティであったことを知り、ついには彼を殺害する。ハンバートは、しばらく後に、逮捕されて、獄中で病死し、ロリータも、出産時に命を落とす。全死春季の少女に現れる性的な魅力を、ニンフェットの盗作した魅力と、 巧みに規定して、社会に衝撃と影響を残した、この作品は、全体の構成より細部へと関心が傾けられ、様々な引用や巧妙な言葉遊びに満ちている。冒頭は、ロリータ、ライトオブマイライフ、ファイヤー・イン・マイ・ロインズという L と F の音を重ねた文章となっている。作者の分身とも言えるハンバートによるメタファーを多用した、独白調の文章は、 怪獣なことでも知られる。ナボコフは12歳から14歳まで及び19歳の女子の身長と体重の統計を創作カードに残している。12歳、13歳、14歳でドローレスヘイズは12歳、13歳、14歳と身長は平均よりやや低く、体重はかなり軽くや正気味という設定である。また、古今東西の法律や文化を調査して、 文中で列挙するなど、科学的なアプローチをとっている。史的ではあるが、屈折、鬱屈した自意識に満ちたハンバートに、ヨーロッパ級世界の象徴を、成熟しつつも素朴な性質のロリータに、アメリカの象徴を読み取ることもできる。ロリータには、原作があると言われ、ドイツの作家で後に、ナチス系ジャーナリストに転じた、ハインツ・フォン・リヒベルクの1916年の作品。 ダイ・ファー・フルークタ・ジョコンダの中にロリータという少女の出てくる類似のテーマの作品がある。このことはドイツの文芸批評家が発見し2004年3月に各新聞や文芸誌で報じられた。ナボコフとニヒベルクは15年間を同じベルリンで過ごした同時大臣である。文学的本質から言えば両者は別の文学であるとされる。ありがとうございます。